光、列車。光は、東海旅客鉄道、JR 東海及び、西日本旅客鉄道、JR 西日本が、東海道、山陽新幹線の東京駅から新大阪駅、博多駅間で運転している特別急行列車の愛称である。案内表示では、赤色が用いられる。年、昭和年月日の、 東海道新幹線が開通した当初から、当時の日本国有鉄道、国鉄により、東京から新大阪間を途中名古屋駅、京都駅のみに停車する、速達型列車として誕生した。運行開始当時は、各駅に停車する、小玉と共に、夢の超特急とも称された。その後1972年、昭和47年3月15日の、 山陽新幹線岡山駅開業を、1975年昭和50年3月10日の山陽新幹線白駅延伸に応じて運行区間を伸ばし、長く東海道、山陽新幹線の全区間を走行する速達型列車として運転されていた。その一方で、山陽新幹線区間では開業当初から途中の停車駅が多い列車と少ない列車が設定され、 本数も、小玉の運行本数を大きく上回るようになり、列車によっては同じ、光でありながら、速達型列車と途中駅通過型列車の二つの側面を持つようになった。中には、京都博多間が各駅停車となる、光さえ、一時期ではあるが設定されていたこともあった。国鉄の分割民営会合は、東海道新幹線を担当する JR 東海と、 山陽新幹線を担当する JR 西日本との共同運行により、基本的には国鉄時代の運行体制を維持して運行されて、きたが1992年の望のみ運行開始後は速達型列車の役割を望みにシフトさせることとなり、2003年10月以降は速達型列車である望みを保管する途中駅通過型列車としての役割を主に言うようになっている。 2018年現在は、東京博多間を直通する光は存在せず、東京発着列車は、再延でも広島駅から上下一往復のみ、博多発着の光は、再延でも名古屋駅から下一本のみの運行となっている詳細工術。上日のように、東海道、山陽新幹線では長きにわたって、主力列車の名称として用いられてきたこともあり、 かつては、東海道、山陽新幹線イコール、光とのイメージが強く、東海道、山陽新幹線の第2世代車両である100系新幹線の俗称、あるいは、第三世代車両である300系新幹線開発のために製作された、モックアップ、スーパー光モデル及び、望みの名称定前の歌唱として、いずれも、スーパー光の故障が用いられていた。 東海道新幹線で運行される特急列車の名称は開業前に公募で選ばれ応募総数約55万9千通のうち1位が光で約2万秒そしてはやぶさ、稲妻、はやけ、富士、流星、暁、桜、日本、小玉と続いた10位から下には現在使用されているのぞみなどもあったという光と小玉音の組み合わせで 列車の速度差を表したとも言われる。高速の次が音速なら、ペアを組ませるのにちょうど良いということもあった。なお、計画時には、列車名は設定せずに、個々の列車を航空機のように、列車番号だけで区別する予定だったが、名前が欲しいという要望が多数来たために列車名を付けることになった。光には、山陽新幹線が JR 西日本の運営に移行して以後、 山陽新幹線の輸送力、輸送状況に応じた様々なバリエーションが登場している。これらはいずれも光の相性であり、本来の列車名としては特別号を除いて、いずれも単に光である。2018年3月17日ダイヤ改正現在のものである。東海道区間における日中は1時間あたり、東京から新大阪間1本。 東京33分発、新大阪16分発と、東京岡山間1本、東京03分発、岡山23分発の計2本が基本となっている。朝の一部に、東京、新横浜、名古屋広島間の列車と、名古屋博多間の列車が設定されている。山陽区間では、前述の東海道新幹線直通列車とは別に、8両編成。 光が新大阪博多間で1往復、博多岡山間で1本、16両編成、光が新大阪博多間で1往復設定されている。なお、2009年3月14日以降、東海道新幹線から山陽新幹線広島伊勢に直通する、光は運転されていなかったが、2013年3月16日のダイヤ改正により、 朝の名古屋市発広島行きの光一本が博多駅までの運転となり4年ぶりに東海道新幹線から広島伊勢に直通する光が復活した東京から福井方面へは東京から新大阪間の光が前原駅で特急白鷺との接続を図っており北陸新幹線輝きが金沢駅で接続を図っている白鷺やダイナスターと ややすると、時間的には、乗り継ぎが順調な場合同士を比較すれば、ほぼ同等だが、運賃、料金面では、東海道経由の方が安価である。主要駅間の標準所要時間は、以下の通り、途中停車駅の際や、望みの対比など、列車ごとの多少の差がある。車両の配置区所は、JR 東海所有者が、 東京交番検査車両所と大阪交番検査車両所 JR 西日本所有者が博多総合車両所である。なお N700 系8両編成は九州旅客鉄道 JR 九州熊本総合車両ところどころの編成が使用されることもある。過去に以下の特別企画乗車券が発売されていたが2013年11月現在 いずれも廃止されており、取扱いを行っていない。乗車日の1ヶ月前から1週間前まで発売される、発売期間、席数限定の光指定席専用の片道、割引切符である。普通車指定席用の他に、新大阪発着のみ、グリーン車用がある。子供用はない。予約列車や利用区間の変更、途中下車、乗り継ぎ割引の適用はできない。 予約した列車に乗り遅れた場合は、乗車券のみ有効で、別途特急券を購入する必要がある。ただし、当日後続の光号、小玉号の普通車自由席に限り乗車できる。2013年10月31日をもって取り扱いを終了した。出発日の3週間前から1週間前に発売される席数限定の割引切符であり、 2007年7月から2008年3月まで発売された。区間は西明石、新神戸新横浜、東京、品川であり、全区間ともに発売額は往復2万円。すべての光と望み60号、新神戸駅6時17分分発が利用可能。また、スーパーの名の通り、エクスプレス予約などをはるかに超える割引率、通常期の 約36から40%インが設定されていた。この切符が発売された背景には、神戸羽田便との競合があった。第二次世界大戦終結まで、朝鮮総特府鉄道、仙鉄と、南満州鉄道、満鉄の富山方店、現、新陽、新京、現、長春春便館に、急行、光が運行されていた。毎日南行北行とも、 1> 各1回運転、947.2km を約21時間で結んだ。平均時速約時速 45km。列車編成は、標準企業大型荷物車、3等車、3等寝台車、食堂車、2等寝台車、1等寝台展望車の各1両、計6両編成。蒸気機関車が牽引した。最後部に連結された。 展望車室は長旅を慰めたという、同区間には急行、の望みも運行していた。戦後、光の名は、九州を走る、準急列車、急行列車の名称として使われた。キハ55系、1961年以降はキハ58系も併用を使用した機動車による、最初の急行として知られる。新幹線の名前に、光が採用され、 名前を譲ることになった旧行光輪に系統に分けられ、博多、文字港小倉西鹿児島間は、日輪、博多大分熊本間は、草千里に改称された。なお、草千里については、2011年現在では、九州横断特急の一部にあたる。また、当初の運行区間は、ソニックの一部の区間に相当する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。